第11レース S 級初日特選レース1着となりました。地元佐々木紀之選手だわ。地元戦初日特選1着スタートおめでとうだわ。どうもありがとうございます。地元のお客様の声援届いたかしら。いやもうね、もう地元走るときは本当すごい声援くれるんでね、本当力になります。ノリノリは今回ここに向けてかなり練習もやってきたと伺ってるわ。いやまあ普段もね練習してるんですけど、まあここ最近ちょっと怪我とかであまり体が思うように動かなかったんで、まあここ最近やっとちょっと怪我の治りも良くなってきたんで、まあちょっと練習頑張ってました。はい、その成果が初日から。いやもう今日はね本当あの前走ってくれた岡崎君と、まあ後ろ固めてくれた星葉さんがねやっぱりしっかりラインもできてたんで、あの戦いやすかったです。岡崎選手の番手いかがだったかしら。いやもう強いのは知ってたんでね、あんまり心配することなく、はい、続いていきました。先行はかなりかかってたかしら。いやもう全然後ろを見てもねまくってきてなかったんで、もうこれでねワンツースリー決まるかなとは思ったんですけど、まあ僕がもうちょっとね前行くこと車間開ければ出ればよかったんですけどね。はい、後ろを見てとか余裕のある走りも見えましたわ。そうですね、ちょっと前やったらね多分あれでいっぱいになったんでしょうけど、まあ最近やっと調子も上がってきたんで、はい、ということは明日明後日も期待できそうですわね。そうですね、あと2日の頑張っていっちゃうことに頑張ります。皆様お聞きになりました、大きな拍手をお願いいたしますわ。そして最後まで残ってくださった地元のお客様にもメッセージをお願いいたしますわ。あのねちょっと雨も降ってきて、あの遅くまで応援ありがとうございます。あと2日間あの地元で頑張りますので、またあの最後まで応援よろしくお願いします。大きな拍手をお願いいたしますわ。では最後にですね、今回祭は坂本龍馬杯ということで、ノリノリ今一度明日への意気込みを土佐弁でお願いいたしますわ。明日も一着取るぜよ。素晴らしい、待ってるわからの、いや